You've gotten into communication with us through music. こんばんは、平山雄一です、今日のライブトマトは、ゆうさみもりのライブをお届けしようと思います。いつもまあライブトマト盛り上がるみたいな、様式パターンというのがね多いんですけれども、今日のライブはちょっと不思議な雰囲気で、進むんじゃないかと思います。ゆうさみもりの、歌詞が歌の世界の中で、ゆっくり遊んでください。この番組はエネルギーとエレクトロニクスの東芝、日産神奈川グループ、カネボウ食品の提供でお送りします。簡単 AV ワンタッチユニット、音で見てくれ、東芝コックピット。2000年の未来から今やってきた、タイムマシンかもしれない。日産からクーペ、 NX クーペ出現。Open my heart, I gave you my all。 都市の旅人たちへ、日産神奈川グループ。どうもこんにちは。こんにちは。この間会った時は、オーストラリアから帰ってきたばっかりで、そうですね、僕ってアルバムも終わったとこだったんだけど、はい、あれからツアーに出て、ええ、ツアーも終わって、で、まあ、今年に入ってシングルが出るんだ、うん、そうなんですよ。オーストラリアから帰ってきてもう割とすぐシングルのレコーディングに入って、うん、なんか怒涛のごとくこうやって、コンサートもやってっていう感じで。あ、そっか、ツアーの合間合間でスタジオに入って、うん、そうですね。でも4ヶ月ぐらいかかってんじゃないの、うん、それぐらいかかったよね、きっと結局そのぐらいかかったんですけどね、予定よりも伸びちゃったし。例えば、まあ、じゃあそこで1曲だけっていうか何曲か撮ったのかな、うん、今回は2曲撮ってね、うんうん、結構新しい、割と今までのものとはちょっと違う、まあ、歌詞の内容であったりとか、うん、サウンド的にも少し、うん、変わってきてるかなっていうのがあるので、うん、早く聴いていただきたいんですけど。なるほどね、うん、っていうことはやっぱりそれは次のアルバムをどんな風にしようかっていうトライも含んでたシングルだったのかな、うん、のレコーディングだったのかな。そうですね、ホープも、うん、出来上がってね、やっぱりこれからどうしようかっていうことで作り始めたの で、うん、でかなり私がやっぱりオーストラリアに行って1ヶ月過ごした中で感じたことっていうのがいっぱいあって、うん、ミュージシャンとしてもその向こうのミュージシャンとのセッションもね、うん、やったり一人でオフを取ってみたりっていうこともあって、うん、なんか感じたことを、うんうん、いろいろとみんなでこう言い合ったりして、うんうん、それで作ったシングルなので、うんうん、例えばその今ミュージシャンとしてオーストラリアで感じたことっていうのはどんなことがあったんですか。まあね、私はやっぱりそうですね、なんかこう音楽を歌を作る時なんかもそうなんですけど、ぼーっとして作ってる時もあるんですが、楽器に向かってやる時がやっぱりありますよね。キーボード弾きながら、うんうんうん、はーとかって鼻歌歌って、うん、でそれをなんかフィリップ・ジャードと一緒に2人でスタジオに入った日があったんですね、
遊びでいいからちょっとやってみないって言われて、うん、でやってたんですけど、なんかこう隣でフィリップ・ジャドが私がやってるのを見てすごい笑ってるんですよ、うんうん、でどうしたのって言ったら、うん、なんでミモリはこんなこうやってやるだけなのにね、そんなにこういう風にね入るんだって、うんうん、笑われちゃって、うん、ではたと気づいて、なんか私はこう楽器に向かうとちゃんとやらなくちゃいけないような、あ、気を、まあ、習慣というか、うん、そういう習慣的に周りが見えなくなっちゃうっていうか、うん、なんかそういう感じがあったんですけど、うん、なんか彼の作る感じっていうのを見てるとね、うん、なんかタイツ作ってるんですけど、うん、それが割とこう歩くことだったり、うん、食べることと同じようにすごくこう自然に入って自然に抜けてみたいなのができてて、うん、で私もなんだかこういうのがすごく自然でいいなって思ってね、でやっぱりデビューして3年目に入って、うん、ちゃんとやんなくちゃっていうかね、ちゃんとやんなくちゃっていうか、うん、やるときにはどうしてもこう真面目になってしまうっていうかね、うんうん、その、うん、真面目にならないとかっていうんじゃないんだけど、うん、ちょっと肩の力抜いて、うん、もう一回作ったり、うん、したいなってすごく思ってね、ユサさんって人なんかね、うん、24時間ずっとぼーっとしてる人じゃないかっていう人がなってる人なんかいないかきっといますよ聞いてるとこ見せてあげたいそうですよね、一応っていうのが一つと、あともう一つはその、うん、ミュージシャンとしてじゃなくてそのオフを取ったりして考えたことっていうのは、例えばどんなことだったんですか。そうですね、その今ぼーっとしてるっていうことにつながってくるんですけど、うん、ドラムのノエル・クロンビーとね、うん、一緒にドライブに行った時があって、うん、それはノエルのお友達でウィリーっていう人がいて、うん、その人がすごく素敵なお庭を持ってるから、うん、ミモリに見せたいって言われて、うん、で土曜日行ったんですよ、うん、ただそのウィリーっていう人は山に住んでて、うん、もうガタボコ道を行くわけなんですね、うん、で着いたら本当に森の中で、うん、一応こう柵とかしてあるんですけど、うん、もうその周り、森全体がウィリーのお家っていうかお庭っていう感じの、うん、ところに住んでるのね、うん、で、そこに行ってそのウィリーっていう人が何をしているかっていうと、庭師で、うん、ガーデナーで庭のプロなわけね、庭作りの、うん、でその人の自分の庭なわけだ、うん、庭なわけなんですよ、うん、で、ビクトリア朝時代に庭を作れるとかっていう人でね、あ、うんうん、でカッティングもすごく面白い感じでされてて、うん、なんか言葉を交わすのもまあ多少あったんですけど、すごく静かなね時間があってね、鳥の声とこう木々がかすれ合う音と、あとほんの少しの言葉だけで持っちゃうっていうかね、誰かと会ってると東京だとなんか喋らなくちゃいけないような感じになっちゃうけど、でも全然そうじゃなくて、なんかもう究極のぼーっとするに目覚めてしまったそうなの、日本でもね、なんかこういうものをやってみたいなっていうね、奥が深いぞっていう、そういう気がしちゃった。こんばんは、ユサミモリと空耳楽団です。
シャララララ。やっぱりボンだ。美味しさがギュッと詰まったこだわりガム。さすがボン。カネボウスーパーボン。テイトー。コーヒーはコク、コーヒーは香り。
だから低糖です。うまいじゃないか。ベルミーコーヒー低糖シリーズ誕生。ベルミー。今度のメッセは古希2台。2台か。光るコードレスは私。かけるコードレスは僕だな。ねえ、私のは？光るかける2つの古希と増やせるもう1台。個性で選べる東芝コードレス留守電メッセ。私たちはグッドカーに乗っています。日産ブルーバード SV シリーズ誕生。Open my heart, I gave you my all. 都市の旅人たちへ、日産神奈川グループ。色に包まれてる君の
ローレルが新しくなりました。モデルチェンジイン1991。都市の旅人たちへ、日産神奈川グループ。ヘッドハンター初来日公演決定。アルバムパロディオブライフ発表から半年、ついにあのシュミエがニューバンドを率いて動き出した。そうそうたるメンバーを従え、過激に日本上陸。お問い合わせは共同プロモーションまで。簡単 AV ワンタッチユニット、音で見てくれ、東芝コックピット。カッピット新しいビデオがまたそろそろということなので、はい、今回はどんな夢を見てどんなビデオにしたんですか。まあですね、結構一曲一曲違う感じで撮ろうっていうことで、やっぱり、自然の中でのものが多いんですが、夢を見たと、それからあれもう一曲なんだったののはなんです。ののの, の花はなんか、本当になんて言うんでしょう、広い野原っていうか、大草原みたいなところに一人でポツンと立って歌ってるんですけど、シンプルにずっとこう遠くからだんだんこう近づいてって、それでまた離れてって、あとちょっとこう空から撮っていただいたりっていうのがある。本当に私が歌ってる姿をシンプルに撮るっていう、あとはあの夢を見たの方はいろいろとこう小道具があったり、細かい編集があったり、実験的なことをねやってるんですけど、そういう試みも入ってます。それからあとはまだあのちゃんと出来上がってないんですけれども、多分君の手のひらからを、やっぱりビデオの中に収録しようと、はい、ビデオの仕事は結構また別の意味で楽しめました。そうね、前の時はもう無我夢中で、でもとにかく大変でご飯も食べられなかったっていうような、ね、確か海苔弁当でしたっけ、あの時の食事は。失礼しました、そんなこともそうです。今回はそれに鮭ぐらいが入りました。今回はトウモロコシが入ってすごく美味しかったんですけども、なかなかいい状況でね、いい感じで進めてもらえたので、全然前よりは、自分の前でもかなり反映されているし、そうですね、あとは本当に動きの部分でこういう風にしたい、こういう風にしたいっていうのがあったので、それをこううまく活かしてもらうような形でそれを入れつつ、ちょっとこう実験的なこともしてっていう、今撮影が終わって家に帰ると、まだ未だにかぼちゃのスープとか飲みまくってるんですか。最近凝ってるものは何なんですか、食べ物で。食べ物はね、そうです、アボガド。アボガドもうその系列で、ね、なんかこうアボガドはどうやって食べるの。アボガドはね、あのいろいろ、まあ、サラダにしたりするんですけど、かいわれ大根とカリフォルニアロールとかって。あ、カリフォルニアロールはね、そう、メルボルンでよく食べましたが、結構そのまんまお醤油でいただいたりとか、スライスにして、好きですね。そういう、まあ、アボカドの時期なわけですね、今。そうなんです。あとは、まあ、もっと長い意味で言うと、今年というのはどんなシングルが出て、まあ、ビデオが出て、もちろんそのシングルでやったことをもっと膨らます形で、アルバムのレコーディングにまず入るのかな。そうですね、はい。今回はまたどっかの国に行くんですか。話をしているところで、それがまだはっきり決まってなくて、多分次はカナダじゃないかって予想してるんですけど、どうでしょうかね。カナダはね、ぜひもう一回行きたいんですが、もうワンクッション置いてからかなっていう気もしないでもないです。じゃあハワイかな。ハワイか。
Keep
今日は本当にどうもありがとうございました。